そー、やられた。次はこうはいかねえぞ。絶対に捕まえてやる。怪盗キュービの猫現るか。昨夜未明、アマテラス社が主催する宝石店において展示物の宝飾品が盗まれるという事件が発生した。保安部は連続窃盗犯キュービの猫を犯人と断定。捜査は大詰めを迎え、逮捕も目前と見られている。何が逮捕も目前だよ。あいつらただオロオロしてただけじゃねえか。新聞もアマテラス社の言いなりだからな。まんまと逃げられましたとは書けないんだよ。それにしてもキュービの猫といえばこの町じゃ昔からの有名人だぞ。誰一人傷つけることなく狙った獲物を盗み出し、署名入りのカードを現場に残していく。まさに神出鬼没の大怪盗。素性は全く不明だ。今までその尻尾すら掴ませていない。しかもアマテラス社が町にのさばるようになってからは関連施設ばかり狙って高価な品を盗み出している。聞くところによると盗品を売った金は全て病院や福祉施設に寄付しているそうだ。義賊気取りか。いけすかねえな。市民はみんな猫のファンさ。考えてもみろ、相手は保安部だぞ。どっちを応援したいかって言ったらそりゃあ当然。おいおい、それが探偵の発言か。見損なったぜクソ所長。おいらは認めねえぜ。怪盗といえば探偵の天敵だろ。猫だか犬だか知んねえが犯罪者は見過ごせねえ。いつからそんな正義感に目覚めたんだ。正義感、これはプライドの問題だ。そもそも新聞にオイラのことが一行も書かれてないってどういうことだよ。この超カリスマ人気スター探偵を差し置いて。残念ながら人気も知名度も猫の方が上みたいだな。くそー、この屈辱。所長のせいだからな。はあ、なんで俺。所長が今まで犯罪者を野放しにしてきたせいで猫野郎を調子に乗らせたんじゃねえか。まあそれは一理なくもないが、猫を捕まえてくれって依頼は今までに一度もなかったんだ。依頼がなきゃ探偵の出る幕はない。いや、それは腰抜けの言い訳だ。なんとでも言えばいいさ。だけど余計な首だけは突っ込まないでくれよ。今回の美術館の件だって依頼があったわけじゃないんだろう。喫茶店で知り合った女の子が美術館に勤めていて猫のことを教えてくれたんだよ。宝石店に猫が現れるって噂が流れてて警備の保安部がピリピリしてるって。だから言ってやったんだ。もしそいつが現れたらオイラが捕まえてやるって。なあ、このままじゃオイラ嘘つきになっちゃうだろう。いや、そんなこと言われても。このまま猫をほったらかしにするつもりなのかよ。ちょっかいさえ出さなきゃ引っかかれることもないからな。お前も余計な手出しはやめておけよ。俺たちの手に負える相手じゃない。何しろそいつは今まで一度も保安部に捕まることなく連中を翻弄し続けているんだからな。たく、ほんと役に立たねえ所長だな。もういい。猫捕獲作戦はオイラ一人で考える。いっと、あ、おい、やれやれ、厄介なことにならなきゃいいけど。とは言ったものの、死
陰湿鬼没の怪盗なんてどうやって捕まえりゃいいんだ。とりあえず九尾の猫について情報を集めてみるしかねえな。そんだけ尻尾があるんなら一つくらいは掴めんだろ。よし、片っ端から九尾の猫について聞いてみるぞ。つーか、またキュービの猫が出たんだってね。盗まれたカシオペアの首飾りって1億支援もするらしいわよ。そんなに？でもきっとまたお金に換えて孤児院とかに寄付するんでしょうね。どうせなら私のところに持ってきてくれないかしら。そういえば何年か前にうちの母が勤める病院に寄付したいって人が訪れたらしいんだけど、いきなり1000万支援をポンと置いてそのまま立ち去ってしまったんだって。あの人がキュービの猫だったんじゃないかって当時はかなり話題になったそうよ。マジで？それでそれで寄付した相手はどんな姿をしてた？誰？いいから話を続けて。どんな姿って、フードを目深にかぶってたから顔まではよくわからなかったらしいけど、髪も瞳も燃えるような赤色だったって。髪も瞳も赤色、いいこと聞いた。サンキュー。今度楽屋に招待するよ。はあ。お嬢さん、この辺でカリスマを見ませんでしたか？はい。よく見てよ、ほら目の前にいるでしょ。え？オイラだよ、オイラ。自由を愛するカリスマ探偵ことデスヒコサンダーボルトだ。ごめんなさい、ちょっと急いでるので。また、オイラも急いでるんだ。頼むよ、君の力が必要なんだ。はあ。キュービの猫について調べてるんだけど、なんか知らないか？キュービの猫って、確かこの前美術館から宝石を盗んだっていう泥棒のこと？そうそう、知ってることがあれば何でもいいから教えてくれない？私が知っているのは噂話ぐらいだけど。いいね、そういうのを聞きたいんだ。友達のお姉ちゃんが同僚から聞いたって話なんだけど、キュービの猫の正体は若い男の人なんだって。若い男、なるほど。サンキュー、参考になったぜ。ちなみにそいつとオイラどっちがイケてるかな？キュービの猫の素顔なんて見たことないし比べられないわ。でもまあ、よく見るとあなたもまあまあね。だろう、よく言われるんだ。それじゃあ詳しい話はこれから喫茶店にでも行って。さよなら、急いでるんでしょ？そうだった、次はステージで会おう。
ボイラー。いいじゃねえか。何それ。オイラ、はあ、オイラ的にはストライクゾーン。まあ、じゃあいや、かわい。怖がらなくていいよ。お兄さんはスターだから。スターはお嬢ちゃんたちレディーを輝かせる存在なんだ。レディー？そう。オイラの前では君も立派なレディーさ。ところで、お嬢ちゃんはキュービの猫って知ってる？例えばどんなこと。私猫好き、ファンなの。どういうところが好き。かっこいいところ。猫はね、背が高くってモデルさんみたいに痩せてるの。へえ、そうなのか。教えてくれてありがとう。お兄さんも猫のファンなの。うん、どちらかといえばライバルかな。ライバル？いずれ君もオイラの虜になるってことさ。それじゃ最前席を用意して待ってるからね。バイバイ。さて、めぼしい女の子にはだいたい声をかけたかな。キュービの猫に関する情報はこれだけ集められれば十分か。赤い髪と目、長身で痩せ型、そして若い男か。特徴的なのは髪の色だけど、フードをかぶっていたらわからないな。そういえば美術館で見かけた猫野郎もフードをかぶっていたな。いや待てよ、
オイラが見かけた猫野郎はそんなに身長が高いようには見えなかったぞ。気のせいか。まあいいや、一旦事務所に戻って猫捕獲作戦を練るとしよう。誰だ？お前の大事なものを盗みに来た。俺の大事なもの？その頭のもじゃもじゃ全部もらっていく。やめてくれ。そんなビビんなって。オイラだよ、デスヒコ。デスヒコ？声は確かにデスヒコだが、それは変装か？誰に化けてるつもりなんだ？町の人たちの噂をもとに九尾の猫を再現してみたんだけど、どう？言われなきゃわからんな。やっぱりダメか。猫の姿で町を歩いてみて本人をあぶり出す作戦を考えたんだけど。それじゃ無理だろう。全体的にぼんやりしすぎてる。たとえ猫のファンでも気づかないんじゃないか？だよな。でも、もしオイラがこの姿で美術館に盗みに入ったとしたらどうだ？目撃者はオイラのことをキュービの猫だと思うんじゃないか？まあ、そう勘違いしてもおかしくはないかもしれない。みんな猫のイメージ像しか知らないからな。イメージ像？それだ！いいこと考えたぞ。嫌な予感がするな。まさか本当にその格好で盗みに入ろうなんて考えてないだろうな。それじゃあオイラが捕まっちまうだろう。この姿がファンの想像するイメージなら逆にそれを利用してやればいいんだよ。どういうことだ？まあ見てなって。次に奴が現れる時、それが怪盗キュービの猫の終わりだ。おい、キュービの猫が今夜現れるって本当か？街でみんな噂してるぞ。今度は高価な指輪を狙っているらしい。中から誰か出てきたぞ。やあ、お集まりの皆さん、静粛に静粛に。すでに皆さん知っての通り、先日この美術館から貴重な宝石が盗まれました。犯人はキュービの猫を名乗る泥棒です。そっちか。他人のものを盗むのは明らかな犯罪行為。善良なる一市民として見過ごすことはできません。保安部でもないくせにシャシャリだんな。引っ込め。お前は誰なんだよ。オイラが誰かって？女神がこの世に生み落とした自由のカリスマ、スター探偵のデスヒコ・サンダーボルトだ。キュービの猫、聞いてるか？お前のインチキ伝説は今日で終わりだ。このデスヒコサンダーボルトがお前の息の根を完璧に止めてやる。探偵なんてこの町にまだいるのか？あんなアホそうなやつにキュービの猫が捕まるわけねえって。おい、さっきのやつが出てきたぞ。おい探偵、キュービの猫はどうした？
もうとっくに指輪を盗まれたんじゃねえのか。やあ皆さん、怪盗キュービの猫はオイラの策略に見事にはまり、あっさり捕まりました。その証拠に、これが奴の狙っていたバルゴの指輪です。見ての通り、指輪は無事です。キュービの猫が捕まった？そんな、まさか。いや、でもあの指輪どう見ても本物だぞ。間抜けな猫は美術館に閉じ込めています。あとは保安部に任せるとしましょう。それじゃあオイラはこの辺で。ちょっと待った。ん？指輪を返しな。もちろんこの後館長にお返しする予定で。言っておくけど、オイラはもっとイケメンだぜ。なんだ？探偵が2人？まんまと罠にかかったな、キュービの猫。お前が今日ここに現れるって噂を流したのは、実はオイラなんだよ。これだけ野次馬を集めておけば、お前は必ず群衆を利用したトリックをかましてくると踏んだんだ。でもまさか探偵のオイラになりすまして正面から堂々と出入りするなんて思わなかったけどな。くそ、ついに怪盗が捕まった。そんなバカな。さあ来い。一通り事情聴取が済んだら保安部に引き渡してやるからな。ついにキュービの猫捕まる。新しいヒーローの誕生か。だってさ、ああ、こんなに目立っちゃって、こりゃ保安部も黙ってないぞ。とうとうオイラも有名人だな。星の見えない街に輝く地上のスターだ。で、この後はどうするんだ。頼むからこれ以上俺を巻き込まないでくれよ。まあ見てなって。オイラのスター街道はまだ始まったばかりだからな。噂をすれば。ん？来客の予定はないはずだが。こちら新聞記者さんだそうだ。キュービの猫を捕まえた探偵と話がしたいらしい。はじめまして、私はカナイタイムズ紙のエニンと言います。あなたがキュービの猫を捕まえたデスヒコさんですね。カナイクの新しい希望の星であるあなたにぜひ取材を申し込みたくて。取材か。悪いけどオイラは一番最初にここに来た人間にしか話をしないよ。え？それじゃあ。おめでとう、あんたが一番乗りだ。ありがとうございます。おいおい、調子に乗りまくってるなデスヒコ。その伸びた鼻をへし折られないように気をつけろよ。はいはい。ここじゃ外野がうるさいから場所を変えよう。小汚くって写真映えも良くないし。小汚くて悪かったな。そんじゃ行こうか。他の取材が来たら適当に断っといて。頼んだぜ所長。嫌な予感しかしないな。やれやれ。
今日は心よく取材を受けていただきありがとうございます。それでは早速ですが、独占インタビューということで、デスヒコサンダーボルトさんにお話を伺います。何でも聞いてよ。君のためなら何でも話すよ。それでは最初の質問です。探偵として普段はどのような活動をしているのですか？オイラの場合、潜入調査が多いかな。こっそり忍び込むのが得意だからね。特に女の子が相手なら何でも聞き出してみせるぜ。殺人事件を解くのは苦手でも、女心を解き明かすのは得意なんだ。差し支えなければ、過去にどのような場所に潜入したことがあるか教えていただけませんか？例えば、とあるロックスターの楽屋とか、有名な映画の撮影所とか。それって探偵としてですよね。単なる厄介なファンとかではなく。だ、当たり前だろ。詳しいことはこれ以上は言えないな。ほら、守秘義務ってやつ。そうですか、わかりました。それでは次の質問に移ります。特技について教えてください。特技といえば当然変装だな。他のどの探偵にも負けない自信があるぜ。もちろん怪盗にだって負けねえぞ。猫野郎もそれなりに自信はあったみたいだけどな。変装対決ではオイラの勝ちだ。よりによってオイラに変装するなんて間抜けだぜ。変装する際のコツとかあるんでしょうか？姿形を整えて満足してるようじゃ三流だ。その場の空気まで整えて初めて変装と言えるんだ。なるほど。それでは次の質問に移ります。怪盗キュービの猫との対決はいかがでしたか？思っていた以上に手強い相手だったな。予想はしていたが、変装までこなしていたしね。相手がオイラじゃなかったら、奴の宝石コレクションも増えてただろうな。捕まえたキュービの猫は現在どちらにいるんですか？ん？ああ、保安部がどこかに連れて行ったよ。今頃牢屋でオイラのことを恨んでるんじゃないか。ちなみにキュービの猫はどのような風貌でしたか？赤い髪と目が特徴的で、ひょろっとした弱っちい野郎だったよ。なるほど、ありがとうございます。では次の質問に移ります。ワルゴの指輪の秘密を知っていますか？ワルゴの指輪って猫が盗もうとしたあれのことか。秘密ってなんだそりゃ。宝石の台座の裏に秘密のメッセージが書いてあるそうです。キュービの猫が以前盗んだカシオペアの首飾りにも同じようなメッセージが書かれていて、それらを合わせて読み解くと隠された財宝の在りかを示しているとか。隠された財宝？この指輪にそんな秘密があったのか？どこにメッセージなんて書いてあるんだ？あれ？どうしてデスヒコさんがその指輪を持ってるんですか？あ、いや、あの…その指輪はキュービの猫が美術館から持ち出したものですよね。あなたがキュービの猫を捕まえたことで指輪は美術館に返されたものと思っていましたが、どうしてまだあなたの手元にあるんですか？いや、ほら、これはその美術館に返しそびれていただけで。まさかデスヒコさん、
どさくさに紛れて指輪を自分のものにするつもりじゃ。違う、人聞きの悪いことを言わないでくれ。ちゃんと返すつもりだったんだって。本当ですか？本当だって。なんならこれから一緒に返しに行くか。取材させてもらえるなら同行します。ああ、もちろん、取材でも何でもしてくれ。それより隠された財宝って何のことだ？秘密のメッセージなんてどこにも書いてないぞ。ほら、そこです。どこ？台座の裏ですよ。ちょっと貸してください。ほら、ここに書いてあります。なんて書いてあるんだ？ご苦労様でした、間抜けな探偵さん。それが秘密のメッセージ？間抜けな探偵さん？間抜けなって、おい、それってまさかオイラのことか？気づくのが遅いですね、名探偵さん。お前、新聞記者じゃないな。やっとわかりました？まさかお前。ええ、あなたが捕まえたことになっている怪盗キュービの猫です。本物のね。お前が猫野郎。それにしても美術館での茶番は旗から見ていてなかなか楽しかったですよ。美術館の前で捕まったあの赤い髪の男は探偵事務所の所長さんでしょ。彼に二重の変装を施した上で野次馬の前で変装をあがった。あなたの計画通り、町の人たちは彼がキュービの猫だと思い込んだ。怪盗のお粗末な最後を大々的に演出してパブリックイメージを剥ぎ取ろうと考えたんですか？その通りだよ。分かってるじゃないか。あんたはこの町の人間にとってもはやイメージの産物でしかない。そのイメージを壊してやればあんたに対する憧れもなくなる。いずれ町の人たちもあんたを犯罪者として憎むようになるだろう。そうすれば本物の方も活動しづらくなる。もう怪盗としては終わりだ。あのふざけたお遊戯会でこの町からキュービの猫が消えるとでも？この町が猫を必要とする限り猫は死なない。残念だけどあなたの計画は浅はかすぎたわ。言ってくれるじゃねえか。確かにオイラはあんたの度胸を軽く見てたかもしれない。まさか堂々と事務所に乗り込んでくるなんてな。しかもその格好変装じゃないな。ってことは赤い髪と目や他の情報も全部デタラメか。嘘のイメージを噂として流しておきました。保険のつもりでしたけどこうも簡単に引っかかるなんて。探偵さんも大したことないですね。あんたは大した女だよ。褒め言葉として受け取っておきます。ちなみに秘密のメッセージなんてありませんから。指輪を出させるための嘘です。ということでこの指輪は予定通りいただいていきます。もう行くのか？ええ、長々とインタビューにお付き合いくださってありがとうございました。それじゃあさようなら。待てよ、勝負はまだ終わってねえぜ、キュービの猫。何ですか？あんたが持ってるそれは偽物だ。こっちが本物。そんな、まさか。オイラの計画が浅はかだって？それじゃあここまでは読めてたか？追いかけても猫は捕まえられない。
それならおびき出せばいい。あんたの言う茶番もこうしてあんたを引っ張り出すための罠だ。あんたが築き上げた大怪盗のイメージをあんな風に汚されたんじゃ我慢ならなかったんだろ。あんたに敗因があるとしたら、そのプライドを曲げられなかった。あのまま捕まったことにしておけばあんたは万全だったんだぜ。いくら高潔な義賊を気取ってもあんたはただの犯罪者だ。探偵としてオイラはあんたを見逃すわけにはいかねえ。単なるお調子者かと思ってたけど意外とやるのね。事件の調査は苦手だが駆け引きじゃ負けないぜ。でどうするの？私を保安部に突き出すつもり？そうだな、計画ではその予定だったが気が変わった。もしかして逃がしてくれるの？いや、逃がすつもりはない。だけどあんたを保安部に突き出すつもりもない。何を言ってるの？探偵としてあんたを見逃すことはできねえが、男としてもあんたを見逃すことはできねえ。はあ？オイラと結婚しないか？結婚？本気で言ってるの？ああ、本気だよ。世界中どこ探したってあんたほど、いや、君ほど刺激的な人はいない。怪盗と探偵の夫婦？最高だろ。そもそもその指輪はあなたのものではないでしょ。関係ないね。君が受け取れば共犯だ。そう、受け取ったってことは、あなたって本物のバカね。返事は？おい、返事をまだ聞いてねえぞ。待ってくれ。おーい。で、作戦はどうだったんだ？うまくいったのか？なくしたよ。なくした？何を？宝石も自信も愛すべき人も。宝石ってまさかバルゴの指輪か？おいおい、冗談じゃないぞ。怪盗を捕まえるためならと美術館が好意で貸してくれたものをまさかなくした？どうすんだよ。弁償なんてことになったら俺たち破産だぞ。一生借金生活だぞ。ため息ついてる場合じゃないだろう。なんとかしてくれよ。またキュービの猫が出たんだって？あいつは捕まったんじゃなかったのか？今度は何を盗んだんだ？怪盗がまた現れたというのは本当ですか？はい。怪盗は今度は何を盗んだんですか？それが不思議なことに何も盗み出されてはいませんでした。その代わり石像の指に指輪をはめるといういたずらをして立ち去ったみたいです。次こそ絶対に捕まえてやるからな。